はい、こんにちは。こんにちは。今日は鍵しっぽちゃんのお別れのライブで、はるみさんがうちに来てます。お邪魔してます。鍵しっぽちゃんは多分後ろかな。どこかな。この子ですね。今はるみさんの方でもライブやってます。同時にね、同時配信してます。はい、ちょっともうちょいしとこう。あったった。はい、一応この僕の方はアーカイブ、まあ録画、画面録画してるんで、それを YouTube に後でね投稿する予定です。今日は鍵しっぽちゃんのお別れの日です。すごい暴れてる元気です。はるみさんこんにちはって言ってますね。こんにちは。わざわざに来てくれました。暴れてる暴れてます。よし、この子でも触っても大丈夫でした？そうですね、うん、どの子だろう。この子触れたの。この子大丈夫そうですか？よいしょ。そうですね、まあそんなすごい暴れるってことは問題なさそうですね。今はるみさん、あの特に顔を出してるわけじゃないんで映すことはできないんですけど、大丈夫、まあなんか普通、まぁ、ちょっと警戒心はありますね。まだ。まだね。うん。実際、その子猫助たちが、ほぼ人来ないんで、僕以外と会うことないんですよ。うん。で、すごいちっちゃい頃に、まあ、知り合いがちょっと見に来たりとか、あるんですけど、多分、もう、覚えてないと思うんで、多分、子猫助的には多分僕以外の初めての人間っていう初人間、うん、初だと思うんで、すごい警戒して、一応警戒してます。いつもとなんか違う、ちょっと端っこに、部屋の端っこに行ったりしてます。ここで遊んでるけど、ボール遊びしてます。猫助したか。はい、あ、一応このね、配信は一番録画してるんで、録画データは YouTube にアップロードします。後で猫助に関してはさっきにはるみさん抱っこしてたんで、もう猫助は誰でもウェルカムみたいな感じですね。人慣れしてます。なんなら猫助うちに来るか。いや、こんなほんとちっちゃいと思わなかった、うん、なんかちっちゃいみたいです。はるみさんからすると猫助はなんか思ったより、動画で見るよりちっちゃいって、ちっちゃい言ってますね。うちのがでかいのかな。そうなんですかね。もう今8ヶ月で6キロ。はい、あ、そうなんですね。何キロなの、測ったことないから。猫助は猫助元気、まあ元気ですよ、普通にいつも通り。服ですね。服着せてはね、脱いちゃうんですよ。うん、なんか気づいたらもう脱いで隣に落ちてるんですよ。だからちょっとね、あれかな、首元若干加工してまたつけようかな。これ逆だったのかな。なんか逆ですって言ってた人いるんですけど、こっち首だ。そっち首です。首ですよね。じゃあ合ってる。これもらったんですけど、ちょっとここがちょっとね、首がブカブカだったんですよ。だからここちょっと縫って調整しようかなって。縫うか、うん、ゴムで止めちゃう。ああ、ゴムで。ちょっとここ調整したら多分脱ぎづらくなると思うんで、ちょっと後でね調整しようかなと思います。あ、キュンです。ありがとうございます。うん、なんかやっぱ嫌みたいですね、脱いじゃう。はい、こんにちは。皆さん、こんにちは。
やんちゃですね。遊んであげてる。皆さん見てもらえてるかな。よくわかんないんだけど、うん、正体ってなんだ。正体って何なんですかね。一緒にできるみたいなこと言ったんですけど。あ、そうなんですか。うん、でも僕もやったことないんでわかんないんですけど、遊んでる。よくわかんないですね、うん、けど今の子供たち見てもらって。あ、ゆりさん、猫助の足ありがとうございます。初見です。そう、今日引き渡し日です。萩しぽちゃん、この子かな。この子が、この子、ちょ、映ってないか。この子、引き渡しですね。あと、この子が違う方、今日引き渡しで、メアニちゃんも、ちょ、どっか行っちゃったけど、後ろにいるけど、引き渡し日ですね。今日いっぺんになくなっちゃいますね。そうですね。今が一番可愛い時期かもしれないですね、正直。今が一番やんちゃな。やんちゃで、猫らしい。まあ、一番なんだろう、人に慣れてきたというか、添い寝ができるくらいになってきたんで、ちょっと前だとちっちゃすぎて添い寝したら潰しそうなんで、できないし。まあ、チャトラちゃんが残るんでね。チャトラちゃんが一番猫助に似てるんだね。そうですね。うん、猫助おとなしいですね。うん、猫は今の猫さん、猫ちゃん以外も飼ってたんですか？猫は、6月に1匹、はい、天国に。ああ、そうだったんですね。で、その前、4月に1匹、はい、天国行っちゃって、うん、最初5匹いた。あ、そうなんですね。じゃあもうずっと猫と生活してきてみたいな。そうです。うん、まあ、じゃあ安心ですね。ちょっと、うん、一緒に。ミニチュアダックも一緒にいて、はいはい、その子も天国。ああ、そうなんですか。行っちゃって、はい、うん、今日は、いや、とりあえず今お渡しの時だけ TikTok やります。この子かな、この子ですね。まあ、こんな年もすごい離れてるわけじゃないし。そうですね。うん、ちゃんと猫を今までね、飼って、僕、正直僕よりは全然詳しいんで、猫は。安心かなと思いますね。うん。だけど、ほんと寂しくなるね。そうですね。猫助が、うん、最近もうほんと ロフトに自分で上がったり降りたりできるのって、ロフトでね、いつも遊んでるんですよ。遊び回ってるわ。まあ、猫助はそんなね、あ、活発じゃないから一緒に遊んであげては、走り回ったりはしないんでね。今後チャトラちゃんが一人で、まあ一人でも走り回るか。
メヤニちゃんが。はい。メヤニちゃん奥でね、なんか奥にいますね。メヤニちゃんもでっかくなったんでね、よかったです。このおもちゃは在庫切れなんですか？うん、なかった。人気らしい。このおもちゃ300円ですからね、かなり安い。来ました。じゃあお別れの、はい、あれしましょうか。お別れの軽美さんがなんか持ってきてますのでくれたんですよね、わざわざ。いえ、軽美さんがね、なんかくれました。チュール定番のチュール。 あと猫ちゃん手玉ボールくれました。あ、今お別れです。おっと。キャットタワー。爪研ぎですね。爪研ぎの。これも買おうか迷ったんですけど、買わなかったんでね、よかったです。よかった。これもね、これも安いですよね。そう、これ安い。ダイソーで500円で。あとこれも、キャットトンネル。ダイソーがね、すごい猫グッズが増えてて、すごい安い。これもね、TikTok で紹介したいと思います。また。爪研ぎ。ありがとうございます。あ、どうぞ。さあ、心ありがとうございます。梅兄ちゃん、梅兄ちゃん、かわいいおとなしい女の子って顔して、うん、ちっちゃい、動画が止まって見られない。あ、なんか電波がもしかしたらあんまりここ良くないかな。じゃあどこですか、キャリア。ドコモです。あ、ドコモ。じゃあちょっと Wi-Fi 切って、玄関の近くじゃないと、もしかすると、ここあんま電波良くないんですよ。どうですか、水がなくなってた。赤い見れてますか。入ってる。じゃあ、ごさん、ゆうゆうさん、ありがとうございます。あ、ゆうゆうさん、バラいっぱいありがとうございます。ありがとう、ね、猫助の足ありがとうございます。ハギシッポちゃんが、名前がふうくんでよかったですか。はい、風って書いてふうくんっていう名前になります。なりますか、決まりました。ハギシッポちゃんは適当に判別するためにつけた名称なんでね、ふうくん。で、はるみさんっていう方がね、新しい親になりますんで、里親は過去のその TikTok の動画で里親決まりましたっていう動画あるんで、そこから、はるみさんの TikTok のアカウント飛べます。だから、はい、そっちで今後はね、かぎしっぽちゃんの様子と、あと、今、はるみさんの家では3匹の猫いますんで、まあその子も合わせて確
認できます。田中さん、猫の手ありがとうございます。ふうくん、ふうくんです。ふうくん、かわいい名前ですね。寂しい、この子だね、この子。この子が、ゆっかさんありがとうございます。この子が里子に行きます。ふうくん、ねやにちゃんかな。これは、いや、これは違う、クリームちゃん。クリームちゃんだ。こっちにやにちゃん、こっちか。ねやにちゃん、和弘さん以外に人間を見たのは私たちだけ。初めての人類です。人間と遭遇したのは今日が初です。おいしそうに。チャトラちゃんはね、チャトラちゃんは今後もここに残ります。チャトラちゃんみんな元気。この子がふうくん、里子に行きます。寂しいですけど、まだちょっと動画をね投稿しできてないのあるんでね、またいなくなってからもね投稿しますけど、うちからもね、できる限り、はい、そうですね、こうしていただいて皆さんが心配しないように。うん、そう、今日の、今日動画投稿した添い寝してたの、ふうくん。あ、見ましたよ。いつも早くね、添い寝してね、うん、くれるように。僕の、僕の電波はね、あの Wi-Fi でやってるんで、私は今 Wi-Fi 切って、うん、メアニちゃんとフー君が一番なんだろう、懐いてというか近寄ってくるというかで、残すチャトラちゃん、残すのにチャトラちゃんは一番ベタベタするの嫌がるメアニちゃんは自分からなんか肩乗ってきたり。皆さんごめんなさい、なんか電波悪いようで、うん、くるくるしてたらごめんなさい。ちょっとここね、電波あんま良くないから。和弘さんの方の携帯っていうか、あれでもアーカイブ残りますので、はい、アーカイブ一応ね、残して YouTube にあげますんでね、そちらの方も。これで一旦お別れして、あとは和弘さんの方のあれにお任せしたいと思いますライブ来てくれた方ありがとうございます。ではここで失礼します。はい、ありがとうございます。ちょっとはるみさんの方は電波がね、どうしてもあんまり、ここ森なんでね、電波があんま良くないんで。うん。日常さん、猫の猫好きの足ありがとうございます。ありがとうございます。キャリーケース、キャリーケース、持ってきて。まだ通れない、電源が通れない。あ、いいな。じゃあそろそろね、お別れの時間が近づいてきました。招き猫ありがとう。お、ハートの矢ありがとう。お別れです。あ、ハートありがとう。ほら、みんなにバイバイして、バイバイ。みんなに。
ありがとうございます。みんなにバイバイしてください。バイバイ。バイバイ。バイバイバイ。お別れだよ。まあ別にとんでもない遠いところにいるわけじゃないんでね。そうですね。暴れてる。さあ、暴れるかな？キャリーケース入れたら。暴れるかね。暴れますか？ん？暴れますか？うん。うん、1時間くらいで来れました？そうですね。高速かっ飛ばしてきたんで。あ、高速来たんですね。そうですね。まあ、そんなにね、遠いわけじゃないんで、負担には。ならないと思います。猫助も最後だよ。猫助。最後だよ。ご飯に夢中です。猫助。最後の、子供との最後の別れより、ご飯に夢中です。はい。ご飯食べてる間に、はい、水がないように、じゃあお別れしますか。そうですね、ちょっとじゃあさ、足元の方だっけ。そう、気づいたかな。これ出てんだっけ。うん、気づいたかな。こうか。猫助気づいちゃった。はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ、はい、鍵しっぽちゃん、じゃあお別れです。ちょっと、あ、猫助出ちゃうんで、ちょっと待ってください。ちょっとこっち置いといて、ちょっと、よいしょ。あ、どうぞ。じゃあ先、僕も出るんで、じゃあ一旦出て、よいしょ。じゃあ、はい、じゃあ最後、お別れの、はい、バイバイ、バイバイ、猫、鍵しっぽちゃん、ふうくん、お別れです、これで。これどこ連れていかれるんだ。お別れです、じゃあね、元気で。あ、花束ありがとうございます。これどこ連れていかれるんだ、はい。まあ、はるみさんはね、すごい問題なさそうだったんで僕より全然猫に関してはね、慣れてます。あとご家族がいますんでね、何かはるみさんに問題あっても、まあ猫ちゃんは、ね、問題ないです。問題なく、はい、世話ねしてくれるのが分かりましたんで、よかったです。体調見て、はい、病院ね、はい、注射とか、はい、しますんで。あ、その時もありがとうございます。はい、あれします。病院とかね、一応はるみさんはちゃんと去勢もするということで言われてたんで ね、 ね。じゃあお兄ちゃんたち行くぞ。はい、じゃあありがとうございます。うん、遠いね。ふうとさ、あれじゃない、走り回りそうだよね。行くぞ。はい、じゃあ、ありがとうございます。すいません、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お別れしました。お別れしました。あ、危ない。ということで、お別れしました。猫助が泣いてます。どっか行ったって。猫助が泣いてます。どこ行ったんだって。猫助はどこ行ったんだって。探してます、猫助が。鍵しっぽちゃんを。
まあね、しょうがないね。僕が全員飼うことはできないから。太郎ちゃんだけね、残します。次のお迎えは夜ですね。夜20時なら、あと6時間くらいですかね。うん、はい。じゃあちょっとコメントでも読みますか。いや、はるみさんね、すごい優しそうな方。初めて会ったんですけど、優しそうな方でよかったです。で、はるみさん、今、猫を3匹、飼ってるんですよ。で、その3匹とも1年未満のちっちゃい子だったんですけど、今日ちょっとお話聞いたら、もう過去にも、何匹も飼ってて、亡くなっちゃったみたいなんですよね。亡くなっちゃって、新しく飼った猫ってことだから。まあ、初めての猫じゃないっていうので。あと、昔から動物はね、なんかお話聞くと、いろいろ犬も飼ってたし、なんか、実家にいた時は、タヌキとかキツネとかもなんか、まあ、田舎に住んでたから飼ってたみたいな話もされてて、すごい動物が好きな、動物が好きな方っていうのが分かったので、まあ問題ないですよね。明らかにね、確実になんかそういったなんか悪いことをする人ではないというのが分かったんで、よかったです。はい。まあ先輩の家族の猫ちゃんもいるから、あと家もね、なんか TikTok で見る限り一軒家なのかな、ちゃんと広い家だったんで、すごい狭いとかはないから大丈夫ですね。そう、人間と一緒でね、子離れするときは絶対あるんでね。まあいつかは起こる出来事ですからね。次はタヌキ飼いますか。このイクオスケ、このチャトラちゃんを1匹、まあ飼うというか、飼うっていうとまたちょっと話が違うんですけど、一緒にこの森に住むっていう感じです。あら、なんかパパ出てるな。ウッディさん、猫助の足、猫助の手、ありがとうございます。猫助の肉球、ありがとうございます。ハートの矢、ありがとうございます。ネクロブ、ネコラブさん、ネコラブさん、ありがとうございます。見つかるな。ネコスケおいで。あれ、なんか猫耳、今猫耳がついた。猫耳さん、ありがとうございます。よし、猫助大丈夫？
あった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 コスケ。大丈夫ね、コスケ。ね、コスケ大丈夫？大丈夫ね、コスケ。お腹こんな傷ね、つけて。あ、ありがとうございます。クモ。ね、コスケの肉球ありがとうございます。大丈夫？元気出してね、猫助。猫助元気出して。桜耳になりました、桜耳。桜耳になりました、ちょっと。近づかないと。ズームとかできない。あ、ズームできた。桜。桜耳になりました。あ、ハートにありがとうございます。ズキュン。桜。王冠、ありがとうございます。王冠。桜耳。桜耳っていうのは、の、花。出ますほら、花。花来たよ。ありがとうございます。桜耳っていうのは、もう去勢否認したよっていう幕、あ、サングラスありがとうございます。サングラス。なんです。で、ちょっとその普通の猫助と僕の関係は普通の猫とはちょっと違って、その、あくまでも猫助はこのに、この森に住んでる猫であって、僕の、僕が管理する、管理というかまあ、家族として迎え入れてる猫ではないんですよ。猫助が妊娠してたから、あくまでも、まあ、子猫助を保護する、保護して、で、保護しないと野生の動物に食べられちゃうんで、その間、保護するっていうことでね、保護してたわけです。猫助は、もう、かれこれ、2ヶ月半くらいかな、2ヶ月半くらいは外出てないんですよ。だから、ちょっと今、手術したばっかだから、まだ、ちょっと今、かさぶたができてる感じかな。お腹にかさぶたがね、手術後かさぶたができてる状態なので、まあ、手術して1週間くらい経ったら外出そうかなと思ってます。うん。外出たら、もうもしかしたら猫助は、もう帰ってこないかもしんないです。あくまでも猫助は森に住む猫なんで、僕の、うん。ずーっとね、この家で飼い続けるわけにもいかないので。はい。野生に戻ります。猫助あくまでも野良猫なんでね。今は一時的に保護してるだけなんで。で、チャトラちゃんも、いずれは野生に戻ります。今戻したら、もうすぐやられちゃうんで。下ですごい遊んでます、チャトラちゃん。いや、お家入れてあげますよ。うちに来たら入れてあげます。うちに遊びに来たら入れてあげます。餌も一応置いとくんで、猫助がうちに来たくなったら、迎え入れます。大丈夫？猫助行っちゃったけど。エビさん、バラありがとうございます。はい、フォローありがとうございます。皆さん、フォロー。いいねもありがとうございます。あ、はるみさん今コラボ来たな、なんか。あれ、はるみさんこれ違う人か。あれ、でもこれか。
あ、これはるみさんですね。はるみさん、今あの里親になったはるみさんからコラボが来ました。よし、よし、ちょっと待ってくださいね。よし、よし、映ったかな。はい、来てます。みんな里親決まりました。よし、たまに泣いてますね。あ、たまにやっぱ泣きますよね。猫助も病院行くとき泣くんですごい。お、手ぶれは許してください。あ、でもカメラは映ってないですね。カメラあれ映ってんのかな。映ってないですか。カメラは僕ちょっと僕はなんか映ってないですね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ、よいしょ、これか、あれ、これかな。映ってます。いや、映ってないですね。映ってない、あれ、よいしょ、インカメ。なんでだ、よいしょ、リク、あ、映りました。映りましたね。映りました。猫助、でも猫助は森好きだと思いますよ。僕は、家で暮らすのが絶対にいいとは思ってないんで、あ、声、なんかマイクがミュートになってますね、はるみさん。ふうくんが映ってます。ふうくんが映ってます。聞きました？はい、あ、今声映りました。はい。ちょっと眠たそうですね。眠たそう。眠たそう。眠たそうですね。まあ寝ちゃった方がね。そうですね。うん。あ、でも、大丈夫そうですね。あ、バラ、ありがとうございます。そうですね。なんか寝てくれた方が、車酔いしないで。うん、そうですよね。あ、ひょさん、くまさん、ありがとうございます。でも特になんかすごい暴れたり泣いたりしてないんで大丈夫そうですね。そうですね、おいしょ、うん、あと、ありがとうございます。あと、ありがとうございます。かな。猫助の尻尾で遊んでます。お、寝そうだ。寝そうです。今車でね、帰ってる途中です。あ、猫にもいろんな生き方があると思いますんで。あ、ハート、ありがとうございます。サトラちゃんがね、この森に残ります。この森を守んなきゃいけないから。サトラちゃんはね、猫助の後を継いで、守り神だから、この森の。寝ちゃったかな。寝ちゃった。
今車運転中なんですか？そうです。ああすごい良かったです。寝れるような状態で。さとらちゃんは男の子ですね。男の子です。で、この後、真央さんの家に伺って、クリームちゃんとメアニちゃんを里子としてね、お渡しします。これ、真央さんも招待できるの？一応招待してみました。内蔵さん、ハートありがとう。皆さんギフトありがとうございます。猫助の足ありがとうございます。いや、猫助連れていかない。猫助とチャトラちゃんはお別れです。あ、雪さん、キュン、ありがとうございます。インガーハート、雪みさん。これでね、最後って思うと悲しくなりますね。猫助とチャトラちゃんは残って、この森を守っていきます。守り猫なんで、猫助は。これ今来たのメアニちゃんです。みやにちゃんは今日、里親さんにもらいに行きます。さとらちゃんも撮影します。そのうち、時期が来たら。ウィックボトル、ありがとうございます。ウィッシングボトル。ピンクさん、肉球ありがとうございます。猫助って、なんで猫助って名前にしたの？猫助はですね、正直ね、なぜかっていうと、よく、猫助は女の子なのになんで男みたいな名前つけるんですかとか、結構言われるんですよ。それ、なぜかっていうと、猫助を保護というか、あんまり安易にね、餌あげたりしない方がいいかなとも思ったりして、あんまり愛着沸かせないように、あんまりね、愛着を湧きたくなかったんですよ。だから、愛着湧かないように適当に名前をつけたんですよ。真剣に考えたら愛着湧いちゃうんで、愛着湧かないように適当に名前をつけたら、その時パッと思いついた猫助っていう。名前にしたんですよ。だから最初は猫助一切ここの家の中に入れなかったんですよ。僕は猫アレルギーなんで、あんまり猫を部屋に入れたくなかったんで。まあただ、ね、妊娠がね、後で分かったんですけど、妊娠してたんで、まあ入れちゃいました。
本当は妊娠して、出産も全部外でやってもらおうかなって思ったんですよ、最初はね。そのためになんか、ちょっと、リスナーさんから、犬小屋もらったりして、これだったら外でも出産できるだろうなって思ったんですけど、まあでも、やっぱ外はね、過酷なんでね、いくら僕がね、隣に住んでると言っても、外だったら、タヌキとかハクビシンにね、やられちゃうなって可能性は十分あったので、まあ家に入れちゃいました。中にはね、もう一切そういった保護とかね、するなっていう人もいるんですけど、自然のままにしとけっていう。そう。3ヶ月はね、あっという間でしたね。最初はほんとね、とかまだね、この子猫助たち生まれて2ヶ月ですからね。招待？え、僕からどうやって送るんだ、これ。僕から、送れた？今送れたかな？いや、アレルギーは改善しないですよ。ちょい、マスクつけてるんで、いつも。ふうくん、起きた。みやにちゃん、最後だよ、これ。今日最後だよ、あんた。みやにちゃん。おみやにちゃん、最後だよ。ねえ、みやにちゃん。あんた。あ、マオさん。ミヤニちゃん。ミヤニちゃん。最後だよ、あんた。もう会うことないんだよ。今日で最後だよ。ミヤニちゃん。あんた。ミヤニちゃん。ミヤニちゃん。みやにちゃん、今日で最後だよ。ちょっと、暴れないで。最後なんだから。みやにちゃん。もう目がね、みやにだらけで、一時期ね、目開かなかったんですよ。みやにちゃん。もうみやにがすごくて、一時期。目が本当にこう、ずっと目がこう、みやにがこう、びっしりくっついて、他の赤、子猫助は、目こうパッチリ開いたり、まあ普通に目開いてるんだけど、あ、ハートありがとうございます。ミヤニちゃんだけ、最初、ちょっとあんまりね、そのミヤニだらけの様子をみんなに見せても心配するかなと思って、あんまり上げてなかったんですけど、すごいひどい時、すごいひどい時の、その、ミヤニの、ミヤニちゃんの様子を上げてなかったんですけど、すごい本当に、びっしりミヤニ、あ、マオさんが、もう追加されました。びっしりミヤニがついてて、もう、一切目が開かない状態だったんですよ。それでこう、お湯でちょっと暖かくした、タオルでこう拭いてあげて、ミヤニを取ってあげたりしても、次の日またね、もう、拭いてあげても次の日はまたミヤニついちゃって、もうこれダメなのかなーってね、思った時もありましたよ。ミヤニちゃん。もう病気化しても、この子ダメかもしんないって。でもここまで大きくなりました。もうミヤニありませんかね。ミヤニありません。一瞬ごとありがとうございます。ね、よかったね、ミヤニちゃん。わたたた。落ちる。目薬ね、目薬も買ってきて。
いやでも目薬刺したら割とすぐ治ったので目薬大事ですね、目薬。みやにちゃんはね、よく膝に乗っかって寝たり、肩に乗っかって寝たりしてくれたんで。明日今はもう昼まで元気だから、遊びたい年頃なのかもしれない。何時くらいに行こうかな。何時くらいに。クリームちゃん。あれ、クリームちゃんは？クリームちゃんこっちだ。クリームちゃん。クリームちゃんとミヤニちゃんがセットで、マオさん。今ね、コラボで招待してるマオさん。のところに行きます。マオさんは、猫はすでに今2匹飼ってて、動物が好きな方ですね。動物が好きで、カエルも飼ってる方です。うん。あ、ハートにありがとうございます。マオさんも動物に詳しくて、すごい綺麗な家でね。僕の家とはもう全然違うくらい、レベルが違うくらいね、綺麗な家で清潔にね、大切に飼われますんで、安心です。マオさんの家が、かなり遠、まあ、かなりというかまあ遠いんで、結構遠いんですよ。結構遠いんです。高速だとどれくらいですかね。高速 ?2 時間くらいかな。高速乗った方がいいのかな？あ、そうなんだ。まあ、行きは高速乗るか。時間帯によってだいぶ時間、到着時刻が変わっちゃうんで、ちょっと今調べてみます。有料だ、高速乗ると2時間ちょいくらいですね。高速乗っていった方がいいか。猫ちゃん、出てくから。これ、あれ、時間か。8時、一応8時待ち合わせってことだったんで。到着を8時にしようか。高速使えば、あ、でも、若干混むのかな ?3 時間くらいかかるかもしれない。だから、16時くらいに出たらいいのかな、17時か、17、18、19、20。17時くらいに出ようかな。17時くらいにちょっとこっちを出て、マオさんの家に向かおうかなと思います。はい。はい。皆さんありがとうございます。これ、最後にじゃあ、クリームちゃんがね、こっち、あれ、クリームちゃん。クリームちゃん。クリームちゃん、おーい。あ、最後、お別れだよ。クリームちゃんはね、美形なんですよ。クリームちゃんは。クリームちゃんはね、美形なんですよ。かわいい。アイドルなれるな。
お、なんかすごい。なんか海、海、音符の海が流れたよ。ほら、クリームちゃん。よかったね。クリームちゃんは美形なんですよ。クリームちゃん。クリームちゃん。あ、肉球サービス。肉球大サービスだよ。ほら。肉球大サービス。肉球。肉球大サービス。クリームちゃんの。クリームちゃんの肉球大サービス。最後だよ、最後。目に焼き付けて。最後。クリームちゃんの肉球大サービス。最後だよ、もう。クリームちゃん。最後。今日で最後だよ、あんた。あんた今日で最後だよ。いいの？クリームちゃん。クリームちゃん、世話しないんだよ。スクショしていいですよ。スクショ、どうぞしてください。はい、スクショしたいって、スクショしたい人のために、ほら。はい、クリームちゃん。クリームちゃん、ああ、暴れる、暴れる、暴れる。はい、肉球大サービス、クリームちゃん。スクショいいです。壁紙にしていいですよ、壁紙に。壁紙に。肉球大サービス。じゃあね、クリームちゃん。クリームちゃん。お別れだ。ああ、かわいい。お腹もかわいいね。お腹、ポンポンしてるわ。クリームちゃん。クリームちゃんはそんな、やんちゃっ子だからね。さくらちゃん今トイレしてるわ。さくらちゃんのトイレ見てる、今こっち。サトラちゃんのトイレ見てます、クリームちゃん。お別れだよ。サトラちゃんともお別れだからね、あんた。元気でね。元気で行ってよ。元気でね、クリームちゃん。チャトラちゃんもね。まあ、チャトラちゃん、これからもいるんで、ここに。あれ、どこ行った？おいで。チャトラちゃん。チャトラちゃん。チャトラちゃんはね、残ります、ここに。チャトラちゃんはここに残るんだけど、一番なんだろう、抱っことか嫌がる。一番慣れてないってわけじゃないけど、メアニちゃんはなんか僕の近くに寄ってきてくれるけど、チャトラちゃんはあんま寄ってきてくんない。あ、ハートありがとう。チャトちゃん来てよ、ハート。ハートありがとう。ハートありがとう。はい、あなたも、チャトラちゃんもね、ほら、肉球大サービスしなさい、ほら。肉球大サービス。お腹かわいいね。なんか、お腹。チャトラちゃんはこの森を守っていく。男だから。チャトラちゃんはこの森を守っていかなきゃいけないから。もう、特に。の。猫助の次の世代として。あ、泣いちゃった。嫌なの。抱っこ嫌なの。抱っこ嫌だって。抱っこ嫌らしい。チャトラちゃん嫌がるんだもん、抱っこ。
まあでもいいんですよ。あんまり人慣れしてない方が、野良で暮らしていくには。そしてこれ、リスナーさんにね、これ送っていただきました、これ。猫助自分で、背中かけるように、これね、送っていただきました、これ。あら。何自分で背中かけるように。2,3 時間かな、ちょっとその、やっぱ東京方面行くことになるんで、混むんですよ。で、混む、どのくらい混むかちょっと走ってみないとわかんないんで、混んだら、やっぱず、結構時間かかると思います。自分で背中、はい、かいいって、出るやつ。いただきました。ありがとうございます。それもね、また今度動画にしますね。はい。猫助はね、野良、もともと野良なんでね。外が好きなんで。猫助とチャトラくんはお留守番です。ふうくんも起きたみたい。まあ、ゆっくり、うん、高速、どうなの？高速使った方がいいのかな？僕の車すごいガタガタ言うから、高速使わない方がいいのかな？下道行った方がいいのかな？逆に、酔っちゃうかな？はい、猫助とチャトラくんにはね、餌やりますよ。餌はやります。餌だけやります、逆に。まあ、埼玉のどこかどこかは、公開なんで お伝えはできませんけど。はい、こんばんはです。じゃあ、そろそろね、終わろうと思います。まあ、これからもね、動画、出していきますんで。うん、下道でね、僕もあんまり長距離の運転そんな好き、得意じゃないんでね、休みは、まあ僕が疲れちゃうんで休みは入れながら行こうと思いますけど。はい。皆さんありがとうございます。とりあえず、かぎしっこちゃん、クリームかぎしっこちゃんをはるみさんに引き取られてね、今後もね、幸せに暮らしていけそうなんでね、大丈夫かと思います。で、この後、夕方からは、魔王さんのところにね、クリームちゃんとミヤニちゃんが里子に来ますんで、はい、皆さん、ありがとうございました。魔王さんのところで配信やるか、ちょっと魔王さんのところはね、配信できるかどうかちょっとわかんないです。動画は一応撮るんで、会社はちょっとわかんないですけど、もう夜遅いし、ちょっと、自宅ではないので、お渡しするところが。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。生放送ね。じゃあ皆さん、さようなら。さようなら。猫助もさようなら。さようならして猫助も。さようなら。